よし、来た。ここで魔法を当てていきます。眼前の敵を撃て。8。これでも食らえ。これがラーだ。ラーの魔法倍ラーとかだったら倍ぐらい入ると思います。だいたい7、8ぐらいですよね。で、ここでこれが我が輩の力だ。魔力がみなぎる。で、17ですね。だいたいそれぐらいですね。15ぐらい。炎よ。で、倒せると。魔法を当てていくと、まあ最終的には運になるんですけど、いいんじゃないかなと思います。なので、まああとはまだまだ。そうですね、こんな感じで JP 稼ぎすればいいと思います。今のところはこれが一番効率的なんじゃないかなって思ってるんですけど。次は誰かしら。少しは余裕が出てきたか。新たな力だ。175、1体で100、まあちょっとボーナスとかも入っているんですけど、100ぐらいは入るんですよね。我が輩の番だな。はい、もう一回いきますか。違う。我が輩の力だ。ただ MP 消費が結構激しいんで、あの MP の管理は常にしておかないといけないですね。よ、魔力がみなぎる。いいダメージ。ダメージが通るかな。5。そうですね、4個だったらそこそこ通りますね。力がみなぎる。これでファイラーが終えたんで、ファイラー打っていきましょう。これで倒せると思います。 OK。で、JP1 体で119なんで、まあ大体100近く入るっていう感じですね。1体倒して100もはないか、90ぐらいかな。90から100の間ぐらいかな。1体でそれぐらいだと思います。まあ、なのでこんな感じでクロマ同士の育成を進めておくといいと思います。一緒にねやっていけばいいんじゃないかなと思います。2人ぐらい魔法を打てるキャラクターがいれば十分倒していけると思います。全員クロマ同士にするとちょっと火力が落ちるかなと思うので、通常のね出なかった時のモンスターを倒すのに時間がかかって、そっちに魔法を使って MP 消費してしまうとちょっと効率悪いかなと思いますので、クロマ同士は2人で、あとアタッカー的な役割として攻撃キャラが2体という感じでやってみてはいかがでしょうか。という感じで今日は終わりたいと思います。ではこんな感じで攻略動画出していこうと思ってますので、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。